東山厚子は日本の文部官僚。財団法人新国立劇場運営財団顧問。公益財団法人日本池ケ芸術協会会長。日本トルコ協会副会長。2007年6月に株式会社 NHK エンタープライズの社外取締役。2008年6月には株式会社電通の監査役にも就任している。 東京オリンピックパラリンピック競技大会組織委員会評議員文化庁長官在トルコ郷は国特命全権大使国立西洋美術館館長独立行政法人国立美術館理事長文部科学大臣財団法人新国立劇場運営財団理事長公益財団法人パナソニック教育財団理事長などを歴任した 2013年4月極日大受賞を受賞した、お茶の水女子大学名誉博士、三重県桑名市生まれ、静岡県立静岡高等学校から東京大学法学部第二類に進学、文下一類新入生800名のうち唯一の女性だった、1962年に文部省に女性初のキャリアとして入賞、女性官僚の草分けの一人として、 文化庁文化部長、文化庁次長、教育女性局長、高等教育局長、文化庁長官、文部省顧問を歴任。次官、長官級としては、初の女性の着任であった。退官後、トルコ共和国大使や国立西洋美術館長等を歴任。2017年から、静岡県富士山世界遺産センター館長。 NHK と電通の橋渡し役を務めた。2001年、小泉内閣では民間発の文部科学大臣として入閣。小泉改造内閣まで2年半にわたり文科省を務めた。2002年には、同年志向の進学習指導要領に基づく、ゆとり教育の2002年の進学習指導要領志向に基づく、ゆとり教育の行き過ぎに対して、 尾野本幸事務次官や東山文科省はその危機感を共有し、2002年1月に演山文科省が発表した緊急アピール、学びの進めにおいて、学習指導要領は最低基準だとして、それまで許可されなかった学習指導要領を超える記述が容認されるようになった。学習指導要領や臨教心の追いつけ型の教育から21世紀型の教育へ、 転換すべきであるという流れは変わらずに、一貫しているにしても、国民として必要な基礎的、基本的な内容を重視する1977年度の学習指導要領内容へ立ち返ったものだと、されている。翌2003年には、中央教育審議会によって、学習指導要領の一部改定が答申された。新国立劇場を管理、運営する新国立劇場運営財団にて、 2005年から2011年まで理事長を務めた。木村章三郎の死去により空席となっていた豊田財団の理事長に2007年に就任。2010年には同財団を公益財団法人に移行させた。ありがとうございます。